江川さん、いろんなピッチャーを見てきたでしょうが、もう5年目になります。これだけのスピードを持ってます。惜しいですね。そうですね、コントロールがやはりだとしてもこれは必要になりますね。そうですね、バッティングいいですしね、はい、まあ、そういう意味でなんと13対3です。バッターボックス鈴木、空振り。近鉄の方で何か注目がありましたが、やっぱり下山選手でしょうね。やっぱり下山ですね、これは今8回の裏、ジャイアンツチャンス。さあ期待の鈴木が、うわー、インコース。